五福島は日本海軍の布設艦。日本海軍の正式な名称では、旧自体の弦を使用するが、本港では五福島とする。軍艦、五福島は、昭和初期に収益した日本海軍の2000トン級機雷、布設艦。手期にディーゼルエンジンを搭載した。春工後、シナ事変に参加。1941年12月の太平洋、戦争開戦時は、 第17戦隊に所属しており、南方作戦に伴うフィリピン攻略戦や、ライン作戦に参加。その後は、東南アジア方面で、機雷施設や、戦団護衛任務に従事した。1944年8月下旬、セレベストー方面で空襲を受け損傷。スラバヤ、MK、へ向け曳行中の10月7日、オランダ潜水艦の雷撃を受けて沈没した。艦名は、 日本三景の一つである広島湾北西部五福島による。初代五福島は日清戦争や日露戦争で活躍した松島型防護巡洋艦の五福島。初代五福島は1919 19年4月1日に除籍された。布設艦五福島は日本海軍艦艇,艇としては2代目となる。1923年度計画。 日本海軍にとって設計段階から不施艦として建造した最初の艦。当初軍令部は遠洋作戦での運用を想定し、排水量3000トンから4000トン級不施巡洋艦を希望したが予算の関係で2000トンほどの艦型となる。中艦艦に機雷不施機場6条が設置され、艦尾に投下口が設けられた。 機雷は5号機雷の場合500個を搭載可能。航天時の付設を考慮して機雷は全て艦内に収容した。手記に潜水艦用のらしき1号ディーゼルを採用。日本海軍で水上艦のディーゼル採用は給油艦、県崎に続いて2艦目。戦闘艦艇,艇としては最初の試みとなる。ディーゼル3機の内両源2機は第1次世界大戦の賠償艦である。 ドイツ潜水艦 U125 のディーゼルを流用した。不設時の操舵性を良くするために、日本海軍艦艇としては、珍しい三軸推進艦となった。また、エルツダ採用も操舵性向上のためで、日本海軍艦艇では珍しかった。2000トンほどの艦型で、機雷搭載量と航続力、宝力を優先したため、速力が犠牲になり17ノットになった。船体は、 フラッシュデッキ型で、環境から後方の中間板のほとんどが嫌いとなっているため、一部居住区が上間板にはみ出した格好になる。強硬不設での敵駆逐艦の排除を想定し、主砲には日本海軍軽巡洋艦の標準的な五重口径三年式14センチメートル砲で単装三基を備える。環境前、シェルター間板上に一基、 後部マスト前後の上甲板場に各一機を配置した。環境両側のシェルター甲板場には40口径3年式8センチメートル広角砲を装備。排水量2000トンの割には有力な砲を力持っていた。爆雷投射機は試験的に最大射程約1500メートルの遠距離用爆雷投射機一機を装備。日本海軍では唯一の装備になった。 装備位置は後部甲板中心線上で旋回可能、不行で射程を調整する装填演習法に似た形状だった。復元性能は春工事より問題があり、とも鶴事件後の1935年に浦賀選挙で性能改善工事を実施した。船体は水線付近の外反とフレームを取り除き、水線幅を片減で約500ミリメートル縮小。 同時に、水栓下にはバルジを装着し、固定バラスト135トンをバルジ内と艦底部分に搭載した。また、経過状態では、海水160トンを補填することにした。上部重量低減のために、煙突や後部マストも短縮された。同時に、兵装の改正が行われ、8センチメートル広角砲は13ミリメートル連装機銃に交換。 遠距離爆雷投射機も93式爆雷投射機に交換された。その他単身技を新設。単身技の搭載は日本海軍では初期の部類に入る。この時点での主な要目は右表の通り。1927年11月1日、建造予定の不設艦に、五福島、旧設猛艦に白鷹の艦名が与えられる。同日府で二隻は、 官邸類別等級表に記載された。1928年2月2日、五福島は浦賀選挙で寄港。1929年5月22日、浸水。浦賀造船所工場に五福島偽装院事務所を設置する。同年12月26日、春工偽装院事務所も撤去された。春工後は、水来学校練習館。 横須賀防備隊付属艦として、諸訓練や内洋方面を行動。1937年により、日中戦争が始まると7月28日府で、連合艦隊付属となり、中国大陸方面へ進出。第3艦隊、第4艦隊、第3艦隊等に所属して行動した。1940年11月15日に、第17戦隊が編成されると、 同戦隊に編入された。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時、本艦以下布施艦3隻は第3艦隊機下の第17戦隊に所属。アメリカ艦船の太平洋への移動阻止を目的として、サンベルナルジの海峡とスリガオ海峡への機雷布設が計画され、サンベルナルジの海峡への布設を、五福島が、 すりガオ海峡への付設を八重山が行うこととなった。五福島は12月8日にパラオから出撃し、12月11日にビリ島から北西へ93式機雷300個を付設して12月14日にパラオに帰島した。1942年1月1日、ランイン攻略作戦参加のためダバを到着。1月3日、 第3艦隊付属となり、乱印攻略部隊、第2根拠地帯機関となる。1月10日、万華白地に向け、ダバオより出発。1月12日に、万華白地の東口に機雷を付設した。乱印作戦に従事後の3月10日付で、第2南県艦隊に編入。シンガポールを拠点に、東南アジア各地への輸送任務、護衛任務、機雷付設任務に従事した。 1943年1月29日には、千鳥型水雷艇とも、鶴の護衛を行った。同年11月からは、第4、南津海艦隊に所属。1944年8月24日、セレベスト北東タンビートンで、B-25 中爆ミッチェルの空襲を受けて、損傷。弱高に栄光されて移動中に、 オランダの潜水艦ザ・オウォードバイッシュの来撃により10月7日に、南易5度27分統計112度48分、南易5.2450度統計112.800度、-5.2450112.800、地点で沈没した。生存者の一部が、マニラ方面の海軍陸戦隊に編入されたとの記録が残る。1945年1月10日。 五津島は帝国軍艦籍及び艦艇類別等級表より除かれた艦長たちの軍艦誌201から203ページ日本海軍誌第9艦第10巻の艦の召喚履歴及び官報に基づくありがとうございます